阪神競馬場11レース、リンクステークス3歳以上オープンダート 1200m 出走馬16頭です。日が西に傾きました。阪神競馬場11レース、出走メンバーのゲート入り向こう上面で進んでいます。2番ゲートに敬愛ドリーが誘導されるところ、少しゲートの後ろで方向転換、距離を取って勢いをつけて収まりました。最後16番ゲートにリアンクール、前走は見事な末足でしたが今日はどうか。最後16番ゲート、今16番ゲートに収まります。係が離れます。スタートしました。うちの2番 K.I. ドリー好スタート、ダッシュがついて1番ミスズグランド、外から7番デュアリスト、3頭の先行争い、3番アーバンイエーガー、外から追い上げる10番のクイーンズメリッサです。さらには9番ボイラーハウス、12番エンプティーチェア、中段4番スナークダヴィンチ、11番コプトマーキュリー、内から5番メイショーミライです。外からは14番のイメル、差がなく6番の湘南アニメ、3コーナーカール、13番シャイニーブランコ、外で並ぶ15番のファイヤーランス、さらに16番のリアンクール、最後方8番のガンケン。 600m 通過という段階、前は7番のデュアリスト、34秒6で通過しています。リード体半分ほど、10番のクイーンズメリッサ2番手、12番エンプティーチェアが3番手、4番手1番ミスグランド、2番 K.I. ドリー、4コーナーカーブ、直線コースに向かいました。7番デュアリスト先頭、外から10番のクイーンズメリッサ、差がなく2番の K.I. ドリー2番手に接近、前は7番のデュアリスト、外から2番 K.I. ドリー、10番クイーンズメリッサが追い上げる、3頭の追い比べ、外から2番 K.I. ドリーがねじ伏せて先頭に変わった。2番手は7番デュアリスト、10番のクイーンズメリッサの2番手争い、これに4番スナークダヴィンチが詰め寄る、先頭は2番の K.I. ドリー、ゴリ最後2着4番のスナークダヴィンチ上がりました。10番クイーンズメリッサ、7番デュアリストと続いています。今日は控える競馬、2番の K.I. ドリー抜け出ました。最後4番スナークダヴィンチが中段から差し届いてきて、最後2番手に上がっています。10番クイーンズメリッサ、7番デュアリストの順、阪神11レースリンクステークス、時計は1分10秒6、ゴールまでの 800m 47秒4、 600m は35秒9でした。スタートは早かったんですが、ダッシュがついた他の馬の動きを見て好位を確保。2番の K.I. ドリー、直線は3頭の追い比べから抜け出ました。藤岡幸太、騎手の手綱、10番のクイーンズメリッサ、そして7番のディアリストの追い比べが続いていたんですが、中段追走だった4番スナークダヴィンチ、一気の追い上げで最後2番手に上がりました。その後に10番のクイーンズメリッサ、7番のデュアリストと続いています。阪神11レースリンクステークスは1着2番 K.I. ドリー、2着4番スナークダヴィンチ、3着7番クイーンズメリッサ、3着10番クイーンズメリッサ、4着7番デュアリスト、5着16番リアンクール。リンクステークス確定までお待ちください。